どうもこんにちは、まさきです。今日、やっていくのは、見ての通り料理ですね。ということで好評企画、まさきずキッチン。さあ、ということでまず私が準備していきます。おいえということで、今日何を作っていくかというと、僕はですね、普段から筋トレの方するんですけども、筋トレする人は分かると思うんですけど、筋トレするとこうね、プロテインっていうのを取るんですね。プロテインを取って効率よく筋肉を、増やすってことをするんですけど、そうプロテインっていうのはね、飽きる、飲んでいるとね飽きてくるんですよね。で僕考えたわけですよ、じゃあプロテインを美味しく食べようじゃないかとっていうことをね、世界で初めて、発見いたしました。ありがとうございます。ということでですね、今日作るのはプロテイン焼き。簡単に言うとはちょっとホットケーキをプロテインの粉で作っていくということですね。これでね、世の筋肉男子も大歓声の歓喜を、もうみんなが歓喜を上げて喜びますよっていうものを今日僕が、世界で初めて作っていきたいと思います。それじゃあいきます。まず用意するのはですね、でっかいボウルですね。この中にですね、卵、こちら入れていきたいと思います。えい、入りました。そこに、プロテインですね。これ一番大事ですね。量は適当です。量は本当に適当で、食べたい分だけ入れましょうね。贅沢にプロテイン使っていきたいと思います。そしたらですね、つなぎですねに、この天ぷら粉ですね。この天ぷら粉はですね、まさきだゆに、まさきだゆのメイクの時に使った余りですね。こういうのはちゃんと使っていきましょうね。捨てるともったいないのでね。はい、これも入れていきます。こんぐらいかな。今卵、プロテイン、天ぷら粉を入れましたね。で、ね、牛乳ですね。牛乳も入れていきます。牛乳ね、入れていきます。量は本当に一緒です。まあでもね、こういうのは液体っていうのはね、ちょっとずつ入れていくのが多分いいと思いますね。入れすぎてからは戻せないんでね。こんな感じですね。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。これを、混ぜていくんですけども、私こう混ぜるものを持っておりません。なんで手でいきたいと思います。でもね、衛生面がねあるんでね、ちゃんとラップを巻きます。こういうところ大事ですね。じゃあこれを、かき混ぜていきたいと思います。あー、いいですね。これはやばい、やばいな。小麦粉追加ですね。あ、天ぷら粉だ、天ぷら粉。ミスった。これはダメだ。たぶん液体液体すぎたんで、もうちょっと天ぷら粉を入れて、プロテインも入れて入れましょうね。ラップ巻いて手でやるとぐっちゃぐちゃになっちゃうんで、スプーンでいきますね。うん、わかるかな、これね。結構いい感じに生地になってきてます。こ
それいいな、いい感じだな。これいいんじゃないか。これ良くないですか。なんかトルコアイスみたい。これ美味しそうだな。じゃあ生地はね、これで完成です。さあ、生地の方がね出来上がったということで、焼いていきたいと思います。まずこのフライパンにですね、油を垂らしていきます。油を垂らし、ただ火をつけます。つきましたね。この弱火中火とかはね、わかんないです。なんで、強すぎず弱すぎず中火ぐらいでいきましょうね。で、油をしっかりこう引いて馴染ませていきます。で、フライパンをある程度温めていったら、生地の方ですね、さっき作った生地を入れていきます。これいいんじゃない。どうですかこれ、こうプロテイン焼きの原型っぽくなってますね。焼いてる間にですね、焼いた後のことを、考えてですね、用意しておくことが大事ですね。うわ、なんかいい感じだよ。これで、できてんじゃん。うわ、これいけてるわ。グリーンだよね。もうちょっと待ちますね。うわ、これいいぞ。それじゃあね、そうこちらをねひっくり返していきたいと思います。いきますよ。ふっ、うえー、セフン。いや、これいいね。なんかいいね。いいね。なんかめちゃくちゃ美味しそうだよ。これ俺うまこれ。あ、これいけるな。ということで、火を止めます。ということで完成しました。イエーイ。プロテイン焼きの方がね完成したということで、こっから、食べていきたいと思います。お皿っていうものがねないので、ラップを敷いてその上で食べていきたいと思います。すぐこの焼きをね、いいですね。それでは、プロテイン焼き完成いたしましたので、いただきたいと思います。いただきます。これね、普通のホットケーキならメープルシロップとかかけるんですけど、ないのでプロテインをまぶしていきたいと思います。プロテインもね、しっかりまぶしていきます。
それじゃあね、こちらのプロテイン焼きの方いただきます。うん、もうちゃんとなんかケーキっぽくなってる。いただきます。この中すごいプロテインの皮がすごい熱っ。うん、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 これね、うまいよ。ぜひ、今日の筋トレ男子、真似してみてね。